ユイがニューアルバム「ホリデイズ・イン・ザ・サン」を発表しました。1年の休暇を経て作られた本作はこれまでになかった開放的なムードを持っています。夏アルバムということで、楽しい明るいイメージにしたいなっていうのもあったので、ドライブで聴いてもらえたらいいなとか。休暇中に運転免許を取ったんですよね。新しい目線で免許取ってドライブに行こうっていう言ってる曲っていうのを書いてみようと思って、知らない道とか走ったりするとすごく楽しいなと思うんですけど。普段から知らない道を冒険しているのでしょうか。結構迷って寂しい思いする時ありますね。分岐点っていうんですか、本当にね、すごい難しいところがあるので、国会議事堂の前とかはいつもどっちに行ったらいいのかなと思いながら分かるんですけれども、知らないとこいっぱいあるなと思いながら。そんなワクワクする気持ちに満ちたアルバムだと思います。たくさんいろんなサウンドのものとかアイデアを試してみたりしたんですけれども、一緒に作っているみんなも楽しみながらできたと思うので、その雰囲気はすごく入ったと思います。大勢のコーラスが和やかな雰囲気を出している曲もあります。仲間がいっぱいたくさんいるようなイメージがあったので、スタッフの方、男性の方にコーラスぜひ入れてもらえないかなっていうふうにお願いして、エンジニアの方も歌ってくれて、はい、ちょっとそこだけソロにして聴いてみようよって言ったら、やだとか言ってたんですけれども、でも手作りな感じが出たかなと、はい、発想の自由さは1曲目がピアノバラードの「トゥーマザー」というところにも表れています。今までとは変わった入り方でアルバムが入ったらいいなっていうのがあったので、母親と限定せずに偉大なものとか大切な人や物ことと思いを重ねて聴いてもらえたらいいなというのもイメージしながら。アルバムの最後はシリアスなラブソングで締めくくられています。アルバムの最後は毎回希望だったり矛盾だったり、そういうことをテーマにしてクエスチョンが残ったりする曲にしたいなっていうのがありましたね。恋愛に限らず、なんかこう人間関係のすれ違いとか、そういう距離感とか、まあ、そういうところを表現できたらいいなとは思いましたね。